皆さん、ボーンジョーオルノー。感覚知覚心理学におじさんです。今日も感覚間相互作用について扱っていきます。感覚間相互作用とは、異なる感覚器官を通じて入力された情報が脳で統合され、本来別々とされる知覚が互いに影響を及ぼし合う現象です。 多感覚相互作用、多感覚統合、クロスモーダル、マルチモーダルなどとも言います。今回は触覚、視覚、聴覚が多感覚にどのような影響を及ぼされるのかを見てきます。視覚が聴覚に与える影響には、マガーク効果や腹話術効果、聴覚が視覚に与える影響には、ダブルフラッシュ錯覚やストリームバウンス錯視、視覚が触覚に与える影響には、 ラバーハンド錯覚がありますラバーハンドイリュージョンは目で見ている偽物の手が自分の体だと思い込んでしまう現象ですまず自分の本当の手をパーティションか何かで隠し視界の外に追いやりますその代わりに目の前にはゴム製の偽物の手を置きますそして パーティションの向こうの本物の手と目の前の偽物の手をしばらく同時に筆でなぞりますすると何とも不思議なことに偽物の手であることわかっているのに偽物の手に筆の感触があるかのように感じるのですこの現象を利用したいたずら動画では身体所有感の錯覚が起こっている時に偽物の手の上に突然刃物を突き立てたりします するとボランティアの方々をびっくりして本物の手を引っ込ませます恐ろしいラバーバンドイリュージョンは視覚情報と触覚情報が同期しているときに起こるようですこの2つの感覚が提示されるタイミングが概ね一致しているときどうやら脳はそれを自分の体で起きた出来事だと認識するようです そして偽物の手の視覚情報と本物の手から来る触覚情報の2つがあった場合脳は目で見ているゴムの手を自分の体だと認識し感覚の入出力をそこに投影してしまうようですピタゴラスイッチを作った人でおなじみの佐藤雅彦さんは身体所有感の錯覚を巧みに利用した映像作品をたくさん発表しています リンクの「君の体を変換してみよ」、点の動画や LINE 動画の「ご協力をお願いします」などをいつの日か見てみてください。不幸な事故によって腕や足の一部を切断した患者の方は、時として亡くなった手や足の痛みに悩むことがあります。これは原始痛と呼ばれる現象で、そこに手足がない以上、外科医が施せる治療はないのです。これに対して、 ラマチャンドラン氏は、原子痛を訴える患者さんに対して、鏡を使って疑似的に正常な手足を幻の手足の上に重ねて見せることで、その症状が緩和できることを発見しました。例えば左に原子痛があるとき、左手があるはずの場所に鏡を置き、患者さんの手をそこに移します。右手は正常に動きますから 鏡に映るとあたかにに動いていてるように見えますこうして正常な手の状態を視覚化するだけで、苦しんでいた幻の手のこわばりが和らぐと、患者さんたちは答えたのでした。ラマチャンドラン氏は、原始痛が起きる理由を、手を失った時の痛みを脳が学習してしまったからだと捉えています。そこで 軽やかに動く手を見ることで脳の再学習が起こるため痛みが和らぐのだと説明していますザンピーニとスペンスはソニックチップという不思議な実験を行い2008年にイグ・ノーベル賞の栄養学賞を受賞しましたこの実験ではプリングルズを前歯で噛んで咀嚼音を変化させて ヘッドフォンで聞く、吐き出す、食感評価をする、というのを繰り返します。咀嚼音は、高周波増強音のみ増強したもの、低周波数のみ増強したもの、原音が提示され、それぞれ音量が原音のまま、20デシベル低くしたもの、40デシベル低くしものに加工されていました。また、食感評価では、柔らかいから硬い、新鮮から古い。 2項目を評価しました。左の図がサクサク感、右の図が新鮮さの評価です。実験の結果、高周波音増強すると、サクサク感、新鮮さが増強しました。 聴覚情報と視覚情報を統合する際に、両者の空間的な位置が一致しているかどうかは重要な手がかりの一つとなります。同じ場所で同時に発生した音と光は同一の事象によって生じた可能性が高いため、空間的に一致している聴覚情報と視覚情報は統合されやすいのです。聴覚情報と視覚情報が空間的に離れている場合、 どの程度の距離までなら両者は統合されるのでしょうか。また、両者の位置はどのように近くされるのでしょうか。音と光が異なる位置から提示された場合、位置の違いがある程度の範囲内なら、音と光は一つの事象として同じ位置で生じたように感じます。このとき、多くの場合、音は光が提示されている方向に近くされます。 この現象は腹話術師の声が人形の位置から聞こえることに例えて腹話術効果と呼ばれています聴覚刺激と視覚刺激の位置が空間的に融合して一つの事象だと知覚される程度はどの範囲なのでしょうかスラッツキーとレカンゾネは非常に単純な聴覚刺激と視覚刺激の組み合わせでこの問題を検討しました実験では 発光ダイオードの点灯と 1000Hz の制限並みの音を同時に200ミスだけ、異なる位置から提示して、観察者に両者が同じ位置だったか否かを答えてもらいました。両者の位置が同じだと感じられる確率は、聴覚刺激と視覚刺激の水平方向の距離が4度のときには約90%でしたが、8度になると20%程度に低下し、12度でほぼ0%になりました。 空間的な知覚では腹話術効果のように視覚が聴覚よりも優位になる場合が多いですが、時間的な課題では聴覚的な手がかりが視覚に影響を与えうる現象が報告されています。例えば、短い時間間隔で提示される2つの視覚刺激に対する時間的な精度が聴覚刺激の負荷によって向上することが報告されています。モレイン・ザミアラは、 2つの視覚刺激を掲示的に提示して時間順序判断をする課題において、1番目の視覚刺激の前と2番目の視覚刺激の後に聴覚刺激を提示すると時間順序判断の成績が向上することを報告しました。1番目の視覚刺激がその直前に提示された音に時間的に引き寄せられて知覚され、また2番目の視覚刺激はその直後に提示された音に引き寄せられたと考えられます。 前後の音の影響で2つの視覚刺激が時間的に離れて知覚されることになり結果として視覚刺激間の時間順序が分かりやすくなったと解釈できますまた光の点滅速度の知覚が聴覚的な手がかりの影響を受けることも報告されています 連続的な光の点滅と同時にクリック音を連続的に提示すると、クリック音の速度に合わせて光が点滅しているように見えるのです。シャマラは、光が1回だけ短く見えるのに合わせて、短い音を2回提示すると、光の点滅が2回あったように知覚される現象を報告しています。この現象はダブルフラッシュ錯覚と呼ばれます。 この実験ではフラッシュの長さは13ミスと非常に短くたとえ光がこの間に2回点滅してもそれを知覚することはできません。この現象は視覚系の時間分解能の低さを聴覚によって補うように聴覚情報と視覚情報が統合されると解釈されています。 聴覚刺激と視覚刺激を時間的にずらして提示し、両者が生じたと知覚される時点の関係を調べると、聴覚刺激と視覚刺激は、お互いに時間的に近づいているように知覚されます。また、光の点滅速度の知覚は、同時に提示されるクリック音の速度の変化に影響を受けますが、クリック音の速度変化が分かりにくい場合には、 光の点滅速度がクリック音の速度の近くを変化させることもあります時間的な近くにおいても聴覚的な手がかりの精度が低い場合には視覚から得られる情報の影響が強くなります聴覚は運動近くでも視覚的手がかりの影響を受けます音の提示の位置が一定で静止していても 動いている視覚刺激を合わせると音も動いているように感じます奥行き方向の運動残光は視覚と聴覚の境を越えて生じます北側と市川の実験では近づいて見える視覚刺激を2分間経験した後音圧レベルが一定の音が小さくなっていくように知覚され 遠ざかって見える視覚刺激に順応した後には、音が大きくなっていくように知覚された。これは、音圧レベルが上昇する音を聞くのと同様の処理が、神経のどこかで行われていることが示唆しています。実験では、音圧レベルが変化する聴覚刺激への順応は、視覚的な運動残光に影響しませんでした。 視覚的に多義的な知覚が成立する場合にも視覚は聴覚的な手がかりの影響を受けます。例えば、2つの円図形が左右から移動してきて画面の中央で重なって離れていく映像は、円図形が衝突して反発するように見えることよりも、交差してすれ違っていくように見えることが多いです。しかし、2つの円図形が重なる瞬間に短い音を提示すると、 円図形が反発すするように見えますただし音を提示するタイミングがずれると音の影響は減少します。また円図形が重なった瞬間の音に加えて前後に同じ音をいくつか提示すると音の効果が弱くなります。この現象はストリームバウンス錯覚や交差反発錯覚と呼ばれています。視覚情報が曖昧であるとき 聴覚情報を用いて情報が再解釈されます逆に聴覚情報が曖昧な場合今度は視覚的な手がかりの影響をおうこともありますスピーカーを円形に配置してその中心に座りスピーカーから短い音を順番に提示すると頭の周囲を音がぐるぐると回っているように聞こえる しかし音の切り替え速度を上げていくと音は頭の後ろで左右に動いているようにしか聞こえなくなりますこの時目の前のスピーカーの位置に音の動きに合わせて光を点滅させると音はそれに合わせて円運動をするように知覚されますこのモダリティの優位性を説明する仮説が提唱されています モダリティ適切性仮説では、ある課題の遂行に最も適切な感覚モダリティが他の感覚モダリティよりも優位になると考えます。視覚は空間的な課題に最適、聴覚は時間的な課題に最適としていますが、曖昧性がある場合、空間的課題でも聴覚の影響、時間的課題でも視覚の影響を受けることもあります。アーンストとバンクスの仮説では、 最優推定によって感覚モダリティの優位性が決まり各感覚からの情報の信頼性に基づいて信頼性の高い情報へはより重い重みづけをして情報が統合されると考えますマガーク効果は矛盾した口の動きの映像が音声の聞こえを変える現象ですママガークとマクとドドナルドは 聴覚のみで聞き取りが90%以上の正当率となる比較的明瞭な音声と矛盾した口の動きの映像を同時に提示しました。すると口の動きに引きずられて聴覚情報とは異なる音声を知覚しました。特に音が「ば」映像が「が」の口の動きだった場合両者の情報を統合した「だ」 反反応応が全反応の98%を占めました。だは聴覚的には聴覚の刺激の「ば」に最も似ており視覚的には視覚刺激の「ば」に最も似ている。両者の性質を併せ持つ音説が視覚的な解として選ばれると解釈されています。 視覚と聴覚の情報は脳でどのように統合されるのでしょうか哺乳類の中脳に位置する上級と呼ばれる部位において多感覚統合の神経メカニズムについて多くの研究が行われてきました上級の深部層には異なる感覚モダリティから入力を受ける神経細胞が存在していますそれらの神経細胞の活動を記録した研究から 聴覚や視覚など異なる感覚からの情報を統合して3つの法則が提案されています。空間法則、時間法則、逆効力の法則です。空間法則は、聴覚刺激と視覚刺激が同じ場所から提示されたときに統合が最も強く生じることを示しています。 神経細胞の受容やは複数の感覚で重なっていて異なる感覚だが空間的には同じ領域の刺激に反応します。一方時間法則はとは聴覚刺激と視覚刺激がほぼ同時に提示された時に神経細胞が最もよく活動し情報統合が生じることを言います。 上級の多感覚細胞は個別の感覚刺激が弱いときほど効率よく情報を統合し、その刺激の存在を強調します。逆効力の法則は、聴覚刺激と視覚刺激のそれぞれの効果が弱いときに、最も強く両者の統合が生じることを指しています。刺激強度が弱く単独で提示されたときには、 神経細胞に弱い反応しか生じさせないような聴覚刺激と視覚刺激の組み合わせにはこの神経細胞はそれほど強く活動しませんつまり神岡の多感覚は個別の感覚刺激が弱い時ほど効率よく情報を統合しその刺激の存在を強調していることになりますこのことが逆光力の法則と呼ばれるゆえんです